なんか、わ、えぐ。レベル上げ大好きだから。いやー、ただな。駆け上がり、スマッシュ合わせるうまいな。てか、リドルマックはいい強化もらったよな。うん。あれでも未だに、ウェビから、ウェビ繋がりましたから。おーマジですげえ強っ。勝つのかよ今日も楽しくゲーム実況プレイは大胆かつ慎重プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。リトルマック VS マリオ言うてやるって決めてんだよお互い最初に距離取るのすげえないやさすがにねあのマリオはねちょっと軽く最初は距離詰めない距離詰めらんないんだよな。マリオって、ね、マリオ即死コンボみたいになりましたっけ？ないんだね。あるっちゃあるけど、なるかどうかは分かんない。うん。うん。相手が上手い人だと、うん、全然決まんない。その相手が分かってないかったらね、別に大丈夫ないけど。なんかちょこちょこ分かっとるやつやったら、ちょこちょこ動画で見るんよね。なんかマリオでなんか掴んでなんかしてドッタンバッタンした後なんかファーってすげえ。ちょっと伸びるからね、判定。あのカムイさんが使うマリオでね、いやだ嫌なのっていうかね、まあ、戦い方としてあれなんやけど、ファイアボールをピッてやった後にさ、あのガードしてるこっちを掴むのやめてほしいよね。あれ基本中の基本の戦法です。あれできないと。あれ基本なんだろうなっていうのはわかるんやけど、リンク使ってるこっちとしてはもう厳しいよね。そう、これなんだよな。これやられたら、うん、ダメージ判定ないからきついんだよな、リトマは。マリオの水のやつってその違いにするんだ、もう初めて。あの、流されるだけです。ダメージ判定ないです、あれ。先輩がゴースの、ジムバッチ集めないでゴースのあれやってんのに。ジムゴース。ヒンバスの、ヒンバス厳選し始める、ヒンバスの色違いやってる。あ、でもヒンバスの色違い欲しいな。ヒンバスの色違いを求めるんやったらもう卵の方が早い。いや、まあ、卵の方が早いっちゃ早い。そう、釣りの方が早い、うん、え、釣りと卵の同時種変更でしょ。あ辛くね。同時でしょ。何言ってんの、釣りと同時でしょ。俺の場合はあれだから。うわ、あれ結構早いな。レベル上げできるから、釣り上げできるから。持続してなかったんか。わ、えぐ。レベル上げ大好きだから。いや、ただな。駆け上がり、スマッシュ合わせるうまいな。てか、リドルマックはいい強化もらったよな。うん、横尾からウェビ繋がりワンチャンこれやってる。おーマジですげえ強っ。勝つのかよ。本当に手のギリギリの後半が当たったね。おーすげえ。あの状況からはい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。